吉野さん、お疲れ様です。今ね、深夜2時38分なんですけどもね、今日はね、目が覚めたのが0時48分というね、まあ寝るのがいかに早いかってことなんですけども、だいたい9時とかにはもう寝てますんで、こんな私でも今ね、3時間ほどは睡眠とって、でね、自由なんですよね。特にね、眠たくなくなった、目が覚めたら起きて活動すればいいんですよ。で、眠たくなったら昼の1時だろうが、3時だろうが寝るというね。昨日なんてのはね、出かけてる途中に眠くなったんで、こう車を脇に寄せて駐車場に入れて、その辺のね、で30分ほど寝たんですよね。まあそんな形でね、自由に暮らしていけるのは私もね、特に一番にこだわらなかったからかなと。誰かと競争するためにこの世界に入ったわけではないですし、なんかね、誰と戦ってるわけでもないんですよね。誰かと市場を取り合ってるわけでもないですし、何なんでしょうね。本当に自由があれば何もいらないと思ってるんですけど、このライフスタイルがもしね、このままずっとできるんであれば、まあ私はね、2位どころかね、ビリでもいいんですよ。誰に、どう思われても構わないんですよ。例えばね、今ね、ちょっと動画にコメントが入った中ですごく面白いな、ユニークのがあったんですけども、私ね、クレジットカードのブラックを狙ってるわけなんですけども、今ね、ブラックカードと言われてるのが3枚あるんですよ。3つ、これね、多くの方、まあブラックカードっていうのは正式にはブラックカードって言わないんですよね。どれ1つ取ってもただ俗称でブラックカードっていうのがカードファンの中であるだけで、その1つがアメックスカードですよね。アメックスカードのブラックカードっていうのがあるんですよ。これセンチュリオンカードかなんかって名前があるらしいんですけどね、ブラックカードね。これテレビとかでも持った人がこうね、土屋さんとか言うから有名になったんですけど、ブラックカードっていうのが俗称で、これがまあいわゆる本当のブラックカードだって言われてるやつですね。でもこのブラックカードって日本国内で持てる人が5000人に限られてるんですよね。だから5000人のうちの誰かが退会するかお亡くなりになるかしないとインビテーションかからないんですよ。でしかもね、まあ、総資産がもう私なんて大指もつかないような金額でね、少なくとも5億円とか以上だと思うんですよね、金融資産が。とてもじゃないと私は無理ですね。で次が あれでしょ、ダイナーズカードですよね。ダイナーズカードもブラックっていうんですけども、これもアメックスに比べたらブラックではないんですよね。だからまあ強いて言えばブラックみたいな感じなんですよ。でそこに対して JCB っていうところがブラックカードと自称してですね、売り込んできたのがJCB のザ・クラスなんですよね。だからこれも正式名称はザ・クラスっていうんですよ。ブラックっていうのはまあ俗称なんですよね。もしくは JCB が自分でこれをブラックと思ってくださいという触れ込みでザ・クラスっていう名前で出してきたんですけども、正式名称をブラックと言ってるわけじゃないんですよ。この前提をもとにね、私はだったらまあブラックとは言えないかもしれないけども、私の中での目標のブラックカードはザ・クラスなんだっていうふうにね、そういうふうに動画を何本か撮ったんですけども、コメントが入ったのは何が面白いかっていうと、このね、ザ・クラスをブラックっていうのは恥ずかしいからやめた方がいいよって言うんですけども、いやそれはね、恥ずかしいと思う人は別に持たなくていいんですよね。だからその方はね、そのザ・クラスっていうのがブラックっていうのが恥ずかしいと思ってるから、多分そのカードも目指さないと思いますし、仮に取得したとしてもザ・クラスって言ってね、ブラックって言わないと思うんですよ。で私はね、別に恥ずかしいと思わないんですよ。そのザ・クラスっていうカードをブラックって言っても、誰に恥ずかしいんだと、じゃ誰の許可がいるんだと思ってるんですよね。だから自分の中でそう思っていて、じゃあそのカードをね、所有するなり目指して、で私のその動画を見てる人がね、あおめでとうとかね、あよかったねと、それでいいわけなんですよ。でコメントが入る必要もないですしね。でまあそういうふうにね、いやなんかブラックカードじゃないよみたいな方がいるのもそれもいいんですよ。別にラグジュアリーカードは思いっきりブラックカードって書いてますからね。じゃあそれがブラックカードなんですかって言ったら、ブラックカードってのは結局自分がそう思えばブラックカードなんですよ。だから一般カードの中でも黒いカードがあるんですよね。ブラックカードでもなんでもないランクはもうレギュラーなやつが誰でも作れるカードが黒いだけっていうね、別にあるわけですよ。だからそれをブラックカードと思って持つのも別にいいわけですよね。だからね、誰と競うわけでもないと、誰と言い争うわけでもないと、私は誰に気にすることもなく自由に発信して、その結果この生活が維持できてるんで、まあいいかなと思うわけなんですよね。でも仮にですね、
じゃあそのザ・クラスってカードをブラックと呼ばずに、やるのもいいでしょうと。じゃあそういうふうな主張をする方が自分の思い通りの人生を送ってるんだったら、それはそれでねいいじゃないですかと。私はそこに対して別に文句は言いませんしね、まあ吉谷さんもねこういう、ね、経験はあると思うんですけども、まあコメントっていうのはねいろいろつくわけなんですよね。でそれに対していちいち反応しないと、あ、自分と違う考え方の人がわざわざ自分の考え方に合わせてコメントを入れてくれたんだなと。だ、私と違う考え方の方がたまたま動画見たら、あ、この人の考え方違うなと、何が隠居だと、アホ言ってんじゃねえと、でどっか過ぎ去っていけばいいのに、わざわざ足を止めてですね私のレベルに来てくれたというね、だからねこの気にならなくなるっていうのはこういうことなんですよね、きっとね。あのコメントで反論する気もないというね、むしろそれをネタにして、じゃあその人の知らないところでそのコメント書いたら知らないところで新しい動画を撮って、まあ今日のねノルマ達成しようかなというね、億万長者合宿リメンバー63話が完成したということで、本当にねそういうねケチつけるコメントありがとうございます。私のネタが増えるじゃないですか今日何にしようかなと思う必要がないというね、アンチコメントをずっと保留してあるやつを一個ずつ読んでいったら、それに対してまたね動画ができるということでございます。これぞ自由に生きるんですよ。別にね足引っ張られたからといって、そのね私の短い足引っ張らなくても、もうちょっと長い足引っ張ってくださいよって話ですね。ということで、いってらっしゃい。